しんちゃん、届いた届いた届きましたと、ネットでポチりたいです。今日はメゾンマルジェラの紹介です。こんなこと言いたくない、自分で言うとは思わなかった、あまりにも YouTuber っぽすぎてと思ったんだけど、言うよ一緒に、せーの、メゾンマルジェラ100万円分買ってみた。どうですか、 YouTuber っぽいですか。先にマルジェラ関係の1個ご報告なんですけど、 MM6 とシュプリームのコラボ、結果私がどうだったかっていうと、発売日がね、あの横浜の VCM にいて、結局その会場からオンラインで参戦したけど、まあ、全然ダメで、まあいっかと思ったんだけど、実はねその前の日か前の日にメンバーシップの方からご連絡いただいて、まあ、その方海外に住んでるので、今シュプリームの店内にいますってことで、今なら帽子買えますよって言われてお願いしちゃったの。まだ受け取るのはちょっと先なんですけど、今はそれが楽しみっていうことで、で世間がちょっとマルジェラで話題っていうことに便乗っていうわけではないんですが、立て続けにマルジェラを購入しました。その理由というか言い訳ですよね、散財した言い訳を聞いていただきながら購入品紹介をしたいと思うんですけど、まず1点目がこちらですね。スウェットパンツ、今シーズン2024年春夏のスウェットパンツでございます。110って書いてあるから男女兼用のラインですよね。裏毛の厚からず薄からずみたいな、お腹のあたりにマジックでマルジェラって書いてあるデザインだけど、まあ履いてしまえば見えない。これがね定価が159,500円、まあまあしますよね、スウェットパンツにしてみれば。まあマルジェラだからもう全然驚かないけど、今ね袋から出したように、私これはね珍しくオンラインじゃなくてリアルな店舗で買ったんですよ。これなんかお店で見ながら思い出したのが、これがねマルジェラの本人気のスウェットパンツで、これはゼロに丸ついてて、アーティザナルライン、多分古着的なものをパッチワークでつなぎ合わせてドッキングさせて、これ気に入ってんだけど丈が長くって引きずってボロボロになってんだよね。もったいないななんて思って、そんなに登場してなかったところへの今季のこのスウェットパンツ、ペンキが跳ねまくってるのがまあマルジェラっぽくていいねとか思いつつですね、お股のところにこうリブが、お股のところがこうリブがあって伸びるようになってんですよ。初めて見たんだけど、よくあるデザインなんですか、ガリアーノ先生ならではなのか、マルジェラっぽくもありガリアーノ節もありみたいな感じなのとか思いながら、16万近いから、まあ、おいそれとは買わないですよ。それをなぜ買ったかっていう、まあ、言い訳なんですけど、さっき袋から出したでしょ、16なんだかんだ書いて、これセイズウッドとお読みします。知ってる、セイズウッド南青山にあるセレクトショップで、もともとはね直美ちゃんがすごい好きなお店で、直美ちゃんが生きてた時はよく2人で行ってたとこなんですが、移転したみたいに聞いてて、1ヶ月か2ヶ月前くらいにたまたま青山歩いてたら発見したの。あ、ここに移転したんだなと思ってね。で、まぁ、ちょっと時間もあるし覗いてみっかっていうことで、正直入ってみていろいろ思い出して辛くなったらすぐ店出ようって思ったんだけど、もう入ったらそれどこじゃなくて、前よりだいぶ広くなって天井も高くて居心地がとにかく良くて、レジのところにちっこい犬がいてさ、リンちゃんっていう可愛い犬がいて、もうそこに俺は釘付けなわけ。マルジェラのラックに手をかけながらずっと犬の方を見てたら、お店の方が声かけてくださって、なんて声かけてくださったかっていうと、いつも見てますって声かけてくださって、南青山のセレクトショップなんて私にしてみりゃアウェイなわけですよ。それがね、そのちっこい可愛い犬と、あと見てますっていう一言で一気にホームになったっていうか、そっから超楽しくなってお店で買うのっていいなって思ったわけ。結局これまあ後で履くね、後で履くからその時じっくり見てもらいますけど、これを買ってそのりんちゃんと一緒に写真まで撮ってもらって、本当にねいい店だなーなんて思って、お店で買うって最高だなーなんて思ったっていう話なんですけど、こっからはすいません、ネットでポチりました。まだちょっと自分でもまだ見てないんで、一緒に開封してドキドキしてもらってもいいですか。いや黒い服着るともうやばいね。まずはこっちからいきましょうか。セタイアっていうですね、オーストラリアにある、まあ、ファッション通販サイトで、かなり、まあ、大手の有名なとこではあるんですが、結構思い切ってポチったんだけど、おー
ちゃんとほらメゾンマルジェラのハンガーがついてる。この時点でかなり嬉しいぞっていう話なんですが、はい、見えてまいりました。メゾンマルジェラ今シーズン春夏のナイロンキャンバスジャケットでございます。かっけー、かっけー。洗いがかかりまくったナイロン生地の色の違い、退色してるところみたいなのをこう切り替えで表現して、いつも48とか着るんだけど、大きめ1個上のね50にしてみたんだ。俺なりにいろんなサイトでサイズ確認して、どうだろう、でかい、でかいけどゆったりめでいいかも。安心した。もう返品はしませんよっていうことで、はい、しんちゃんおいで。こうできるのもさ、ナイロンだからだよね。丈夫で汚れも落ちやすいから、割と気兼ねなく、こうやって犬を気兼ねなく、ちょっとやりすぎはダメだけど、ここねちょっと切り替えになってるヨークの部分の秋冬のアイテムでもよく使われてたから、もう皆さんご存知だと思うんですけど、世界的有名キャラクターのお耳に見えるっていうことで、まあみんなそう思ってこのシリーズ来てると思うんですけど、一応念のためマルジェラの公式の商品ページ見たらですね、ロールシャッカーテストのインクのシミにインスパイアされたって書いてあるから、これ以上ここについて触れない方がいいのかもしれない。ちょっと怖くなってきた。でかっこいいから、まあお値段もかっこいいんですよ。国内定価がね294,800円ということで、ほぼ30万円です。驚かないよ、最近のマルジェラこのぐらいね普通なんだけど、普通だからって言って買えるわけじゃないでしょ。かっけえなーなんて思いながらですね、こうネットで見てセール待ちかなーなんて思ったわけ。でもセールになってから買っちゃうと、もう着る期間がねもうないんですよ。秋にならないと着れないみたいな。夏になる前にやっぱちょっとある程度着たいなって思って、どうしたもんかねと思ってネットを見てた時に、このセタイヤ、セタイヤっていうのがそもそもまあ海外サイトとは言ってるけど、多分ね世界中のいろんなセレクトショップと提携していて、ファーフェッチ的な感じかな。タイミングによっては安い時もあるし、サイズによって値段が変わってたりとかするしみたいな。俺が見つけた時はこの50っていうサイズが19万ちょっとだったのよ。192,100円、関税込みで送料は無料。30万円からの10万円引きだからさ、今買えば夏になる前にだいぶ着れそうだぞっていうことで、まあここから言い訳タイムなんですけど、夏になる前にいっぱい着るぞって、いっぱい着るぞって。そしてですね、ドキドキする。これ前の動画で予告でチラッとヒントの写真載せて、それだけでねもう感づいてくれて、あれですよねっていう。この動画見てる人ファッション詳しい人多いんだなと思うんですけど、それなんです。ユークスから届きましたどでかい箱。今回あれじゃないですか、100万円チャレンジ、マルジェラ総額100万円買ってみたっていうことで、一応定価で計算しますよ。このスウェットパンツ、そしてこちら合わせて45万円超えてます。この中のものを足して100万円にするには、ユークスによれば定価67万1000円のものが入ってます。合計すると110万円超え、もう楽勝なんだが、サイズが心配で、これこそ心配。ポチる前にねちゃんとしたサイズ表を確認できなかったんだ、俺がポチったやつの。なので最悪この後突然黒身になって何事もなかったかのように、この2点だけの紹介になります。これの紹介はなかったことになります。その時はまあサイズが合わなくて返品したんだと思って、返品するものは動画に映さないので。俺ユークスからこんなでかい箱届いたことねえんじゃねえかな。はいはい、あマルジェラじゃねえの入ってる。今回クーポン使わせてもらって3アイテム買うとより安くなるっていうことで、あん中のブツの他に、2アイテム、スタジオニコルソンのショーツと同じくスタジオニコルソンのニットキャップ、この2点もう合わせて買ったんだけど、まあこれはねいずれ紹介します。こっちだ、行くぞ。いいかいいかいいか、いける、あ、いけるいけるいける、いけた。サイズ感はバッチリマイサイズだったけど、なんかすげえ手が込んでて、どうやって着るのが正解なのかわかんないんで、ちょっと現状うまく着れてるかわかんない。とりあえずこんな感じでリバーシブルでも着れる。むしろこのリバーシブルの方が、このチェックを表に出した方がいけてるんじゃねえかっていう説もありますが、これがねちょっとね、ちょっと汚したくないから一回脱ぎますけど、これがね
白タグ、この白タグなんです。この白タグって我々のような古参マルジェラファンはもう興奮するんですけど、今の白タグって昔とちょっと違って、コーエドコレクションっていうんですかね、あのプレタポルテの中では一番最高ラインで、まあ、もちろんその上にアーティザナルっていう今はオートクチュールのラインがあるんですかね、そのオートクチュールなんて到底無理だけど、そのオートクチュールでガリアーノがやったその手法とかアイディアをプレタポルテに落としてきたのがコーエドライン。だからこれは、定価で言うとなんだっけ67万円とかになってるわけで、それがね、なぜかユークスだとね、コーエドラインの商品がちょいちょい出てきて安いんだよね。これなんてさ、見つけた時にちょっとね目を疑ったっていうか、 79% オフ137,300円で出てたわけで、しかもサイズが俺が見た時は42まであってね、このサイズ感だったら42でもいけるんじゃねえなんて思って、まあいろいろ探したんだけど、結局42を履いている男性の写真は見つけられなかったんだが、2022年のまだコロナ禍だね、それ発表した時は。だからリアルショーではなくって、まあイメージビデオ、ガリアーノの世界のイメージビデオ、かっこいいやつだったんだけど、かっこよすぎて服がよくわからないっていうね。ただこのアイテムだけは超尺を取って丁寧に紹介してたのよ、わかりやすく。だからガリアーノ先生だいぶお気に入りのアイテムなんじゃないかなって思ってたやつが出てたの、ユークスで 79% オフ。しかもね、たまたまユークスから1回限り有効のその3点買ったらさらに 25% オフっていうクーポンがあって、まあ適用しないこともあるからさ、こんだけ安いとダメ元で入れてみたら適用になって、信じられない 84% オフ、84% オフの10万飛んで2975円。もうこれは買うしかねえなと思って、まあ今に至ります。